さあ、ここに来て新たな問題が発覚しております。最新作、朝栗シャドウズ。こちらについては皆さん、共通の認識かと思っていて、で、今、こちらのゲームですね、例えば日本の歴史をバカにしているとか、えー、安家の設定がおかしいとか、まあ、ポリコレ問題であったりとか、で、あとその Wikipedia をね、改変したりとか、なんか上げたらキリがないぐらいですね、 えー、相当話題となっているんですが、まあ、挙句の果てには、えー、それを指摘してきた日本人が、えー、攻撃的であると、像に満ちたコメントするのやめてくれとか、えー、そのようなコメントが UBI 公式、えー、販売元公式からね、えー、情報発信されたりとか、えー、あとその、これはね、日本の事実であると、いうようなね、 え、ニュアンスの発信をされていたりとか、もはやね、何がしたいのかカオスな状態で、で、結果として発売中止をしろと、ふざけるなと、で、あげの派に日本人を煽ってくるようなコメントをね、連発していたりとかするので、しかもこれ公式がね、連発しているので、まあ、とんでもない状態になってますね。まあ、当初はね、炎上商法じゃないかっていうことが言われてましたが、えー、株価がね、下落続いておりまして、 まあそれだけで相当な損失が出ているんですが、今なお止めない状況なので、まあ炎上商法でもなく、これは本当にね、本音で言ってるんじゃないかっていうことが今言われております。でまあそこまでは、えー、現在の最新の状況となっているわけなんですが、ただここで気になってくるのが、えー、日本で今行われている署名活動の内容っていうところ、まあ、6万人超えました。あ、そうなんだ、めっちゃ多いね。 っていうようなお話なんですが、えー、今回署名数がね、かなりの数に膨れ上がっていて、で、直近で1日1万件ペースで増えていて、まあ10万人超えるのも時間の問題と言われておりますが、まあそもそもね、この朝繰りっていうゲームをこの騒動まで知らなかった方ってかなりいるんじゃないかなと、えー、そういったことが今指摘されておりまして、まあ事実そうだと思いますよ。逆にこの騒動が起こったことによって、まあスポットライトが当たったというか、 今まで認知されていなかった方に認知されたりとか、えー、大いにここの点はあるのかなと思ってて、まあ知る人ぞ知るゲーム、で、海外のメーカーが作ったゲームっていう側面もあり、あんまりね、日本人が馴染み深くないゲームではあるんですよね。まあテイルズ、ドラクエ、FF、ポケモン、モンハンとか聞いたら、おーってなると思いますが、朝栗って言われても、ほーってなる方多いと思うんですよ。まあかなりマニアックなゲームで、 えー、一定のシェアはあるものの知る人ぞ知るゲーム名作みたいなイメージがとても強いかなでまあそれがまあ今の状況なんだけどただ署名がね6万件超えているただ面白い数字があるとここ記載がございますが1万人はミラージュの 2, 種、えー、2機種発売の片方の発売収売上で3万人は2機種合計の発売収売上 え何を言いたいかというと、署名とやらが3万に超えると、日本で買う人の実績を超えてしまうので、元から買ってないエアプだらけ。要するに、えっと、今回初めて、この朝栗っていうものを知った方が、え評価をしている、署名をしているんじゃないかっていうか、この大半の署名っていうのは朝栗を今まで買っ,た方ない買ったことない方が署名してんじゃねえかっていうことが言われていて、エアプじゃねえかみたいな、 これって工作みたいなもんだろう日本人って本当に卑怯だなみたいな。どこまで卑怯なんだよっていうことが言われていたりしますね。やってもないゲームに対して批判をする。まあ、例えば歴代の作品をやっています。まあ、そういうね、ロジックであれば、まあ、ここについて言及してくるのは、ある程度納得はいくんだけど、ただ、ここについて、 何もやったことがない、よくわからない人がネットのね、情報を見て批判をする、署名をするっていうのはいかがなものかと、日本人ってどこまでね、モラルがないんだよっていうことが言われてるわけですね。はい。 まあそのような反論がね、えー、結構そこら中でされていたりとかするので、まあ署名の数が多いので、まあそれに対する反論もね、おのずと多くなってしまっていると、まあそういった運びとなっているかと思いますが、ただ今ね、ここに来てこういった意見など、えー、反撃ののろしが上がっていると、まあそういった状況となっています。まあここにつきましては、えー、特定の方法がないので、どちらとも言えないかと思いますから、まあそもそも日本人が卑怯なのかどうか、 そこについてはわかりませんし、で、公式の言い分としても、それで証明するすべてないと思いますので、まあこれも言い切ることができないので、客観的な意見としては、まあどちらとも言えないっていう、えー、そういったね、えー、状況に留まってしまうのかなと思いました。まあ署名数が売上数より多いというのはね、なんかそう歴代の売上本数で考えるととっくに超えてるわけだから、 まあ別にここについては違和感はないかなと個人的には思ってますけどね。で、あとこちらについては、えっと、海外からも署名が実はできるようになっていて、日本人だけではなくて、海外とか、で、まあ、極端な話、複数の端末から署名することもできたりしてしまうので、まあ、この署名の数って信憑性がないよね、みたいな、そういったことも言われていたりとか、えー、なんかね、まあ、これは陰謀論なのか、 ただの批判なのか反撃なのか分かりませんけど、まあそういったことなどがね、今言われている状況なのかなと理解しております。まあ売上数より多いのはね、ちょっといただけないかなというところはありますけど、ただまあここについてはね、署名についてかなりの方が憤りを感じておりますので、 まあ、署名するにあたって別に過去の朝繰りを買う必要性って別にないかなと個人的にも思ってますから、別にそこがね、今回の署名の条件になってないとも思いますし、まあ特に関係はないんじゃないかな。まあ率直な意見としてこれを見てどう思ったのか、別にやったことなくても、ちょっとなんか嫌だなって感じたら署名したらいいと思うし、別に関係がなくても署名ってしてもいいという、まあそういった判断ではあるので、 まあそもそもなんかこれを批判している方、言ってる方っておかしいんじゃないって僕は思ってしまいますが、皆さんどう思いますでしょうか。まあ、署名数についてはね、日に日に増えておりますから、まあ、そういったところを考えると、別になんかこういった反論があったところで、批判をする方、まあ要するにこの朝栗を発売するなって言ってる方がね、増え続ける傾向にはあるので、結局なんかこんなことを言われたところで関係はないのかなとは思っております。 ただまあ本当にね、これからどういう方向に進んでいくのか、ちょっとそこのところが気になってくるよね。そう。いやー、朝栗シャドウズか。11月12日。で、その数日後にドラクエ3リメイクだからね、ちょっと香ばしいゲームが出続けますが、まあドラクエ3リメイクでかなり楽しみなんだけどさ。いやーけど、朝栗って日本で本当に発売すんのかななんかもう、いろいろとカオスになってるからね。 結局どっちやねんみたいな感じで、うん、まあ署名のねここの内訳とかであとその署名の他にも何かその講義動画とか、えー、そういったものが何かプラスアルファであればより信憑性が増すかもしれませんねうんまあ単純に署名が集まったところでその効力ってどれだけあるのっていうお話なんで まあ、やっぱりそこのところが課題なのかな。なんか、それだけ数が集まってますよ。えー、これだけね、このゲームに対して批判をね、えー、したい方が多い。まあ、不満に思っている方が多い。っていうことの証明ではあるので、まあ、そういった意味では、まあ、ちょっとね、えー、感化できない状況かと、普通のメーカーでは思うかと思いますけど、まあ、朝栗のメーカー UBI からすると関係ないのかもね。 まあこれっていうのは日本の考え方と海外の考え方、特に UBI については海外のメーカーとなっていて、まあフランスだけ確かですよねって聞いておりますので、まあそういったところを考えたときに、なんか日本人の考え方とフランス人の考え方って異なってくるから、まあそこも含めて文化の差なのかもしれません。ただまあ日本の歴史、文化の 盗作だとか、盗用だとか、なんかそういったことが言われておりますけど、うん。まあ内容見てるとね、本当にそう思ってはしまいますよね。まあ今回ね、かなり話題となっている朝栗シャドウズですが、まあほとんどね、まだ、えー、公式が猛反発してから情報が、続報が出ていない状況なので、まあ日本向けに続報が出ると今後思いますので、まあそこでどういった情報が展開されるのか、そこがね、かなり気になってくるかな。 まあ日本版をね、売る方向で考えているのか、それとも日本版はもう売らないみたいな。文句言うんだったら、おめえらのところには下ろさないみたいな。他の国でやるみたいな。ただ、あ,あれじゃない確か声優がもうすでに決まってるよね。売らないっていう選択肢ってあんのかなだけど、声優決まってて、多分これもう取ってるよね。取ってたりとか中身決まってるからさ、やっぱ難しいんじゃないかな。どうなんすかね。うーん。まあとりあえずね、そんな状況と、 なっていま,すまあどちらかというとゲームの問題というかもはやこれ国際問題みたいな位置づけなんでなんかもうゲームの枠組みを超えてるよね国際的な問題みたいな感じでしょうかはいまあそういったところで一旦動画終わりましょうお疲れ様でしたバイバイ